Hey guys, welcome to TGK Light Up TV! ということで、今回は女子サッカーを GK から盛り上げるプロジェクト第2弾イエーイ。コロナのせいで止まってました企画、ついに再開です。とにかく情報発信していきたいだけなんで、こういう女子がいるよって、こういうところに女子サッカー部あるよ、女子のクラブチームあるよ、キーパーこんな練習してるよ、こんなキーパーコーチいるよっていうのを皆さんにね、いろんな人に知ってもらえたらいいな、そんな企画になってございます。はい、ということで第2弾ということで、今回はですね、福岡開成女子学園高等学校サッカー部に取材しに行ってまいります。イエイ。実はですね、TGK3 年前、4年前になるのかな、3年前、4年前ぐらいに新聞、西日本新聞の記事にしていただいてまして、実はその新聞の記事をきっかけに今の福岡ゴールキーパースクールに呼んでもらえることになったんですけど、その新聞の取材をしてもらった場所が開成高校なんですよ。自分の、女子のクラブチームを教えてた頃の教え子が開成高校に通ってまして、でその当時の、今はちょっと違うんですけど、当時の顧問の先生が自分の知り合いというか、そのクラブチームで付き合いがあったので、まあ、お願いして取材をさせてもらって、一緒に練習しながらっていう感じで、つながりのある高校さんなんですけど、今回は、その高校に取材に行きたいと思います。なんで高校の紹介とキーパー練習の紹介ですね。今回はでもキーパーコーチの方がいらっしゃるそうなので、ちょっと前回のね、東海のとは変わって TGK もちょっと選手に混じってですね、どんな練習してんのかなっていうのを取材していきたいなと思います。めちゃくちゃ楽しみです。行きましょう、レッツゴー。順番に倒れます。そして上の足はちょっと横の腰上げの方も使いたいから曲げます。でこのまま手を使わずに足だけで起き上がる。でその時返します。返した瞬間次のボールを出します。でまたキャッチして抱えて下から倒れてくる。でこの下の足を伸ばして上の足を曲げる。
俺の回せるでござる。自分のお名前から自己紹介からお願いします。あかねです。はい、3年です。はい、1年生の終わり頃にキーパーコーチからキーパーをしてみないかっていう話をしてくださったのでなりました。うまいシュートを止めれた時のすがすがしいすがすがしい感じです。元気で。
帰ってきました。海星の女子サッカー部あの取材行ってみてなんですけど、個人的にはですねすごいゴールキーパーの子たちにものすごいおすすめだなって思いました。なんでかっていうと、まあ、1時間ちょっとぐらいキーパーのちゃんと個別の練習があるっていうのがものすごくまず1点いいことと、キーパーのトレーニングする用具が豊富にある、これもすごくいいところですね。あとはあのもうコーチのキーパーコーチの方があの現役のあのデフサッカーの日本代表の方なんですよ。だからプレーもものすごくかっこよくて、こうなんて言うんだろう、目の前でいいプレー見るとやっぱりいいお手本が目の前にいるからいろんなこと勉強できると思うんですね。そういう環境があるっていうのもすごくいいことだと思うし、やっぱり日本代表っていうね、こう日本を背負って戦う選手のやっぱ立ち振る舞いだったりとか、まあ、言動っていうのは常にね練習とかでもポジティブな声かけしてくれて、すごいねコミュニケーション多く取ってくれてるなっていう印象でした。で、あのコーチの方に話ちょっと本当はインタビュー伺いたかったんですけど、カメラがねちょっと残念ながらちょっと電源が終わっちゃったんで、その練習終わった後に話聞いたんですけど、やっぱりあのコミュニケーションをねすごく大事にされてるっていう話をしてて、やっぱりその一緒にプレー楽しみながらそのいろんな方法で優しく丁寧に教えてくれるので、選手たちもすごいポジティブに話聞いてたりとか、失敗してもこうちょっとどん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 チャレンジしてみたりとかっていう環境があるので、ものすごくいい環境だなって、キーパーに対してそこまで考えてくれてるあの高校って、ね、あんまりないので、それをできしてくれてる海星高校のサッカー部は素晴らしいなって自分取材してすごい感じましたね。なのであのぜひね、サッカー部入ろうかなとか、海星とかこことかこことかあるけどどうしようかなって思ってる人はぜひね、海星高校を選んでほしいなと思います。で、なんだろう、フィールドの子たちもすごく今回ねわざわざ取材のためにユニフォームで練習してきてくれたみたいで、もうすごいねそういったところにも感謝ですし、あとはフィールドの子たちに対してもそのキーパーコーチ目線から、キーパー側目線からこうシュートのアドバイスが入ったりとか、あとはコーチ顧問の先生も男性の顧問の先生と女性の顧問の先生がいらっしゃるみたいで、そういうね両方女性も男性もいるっていう環境もいいなって思いますし、フィジカルコーチもいればフィールドのコーチもいるみたいなので、ものすごくねサッカーに対して力を入れている学校なので、ぜひね、検討されている方はね体験とか、行ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。海星高校のね概要については概要欄に、はい、ホームページ概要欄に貼っておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、女子サッカーをゴールキーパーから盛り上げるプロジェクト、今回は海星女子学院高等学校でした。次回はどこかな、ちょっと取材決まってるんですけど、まだいつ撮れるかわからないので、次回どこの高校か楽しみにしてきてください。私の高校来てほしいよ、私のチーム来てほしいよ、私こんなところで頑張ってるよ、そういうのがありましたら Twitter もしくは TGK の公式 DM まで来てもらいましたら、私行きます。全国どこでも女子ゴールキーパーとも動きますので、ぜひぜひご連絡いただければなと思います。はい、それではですね、チャンネル登録といいねお願いします。また次回の動画で会いましょう。 See ya!